こんにちは。以前の動画、不妊治療はお金がかかるで説明した繰り返しになりますが、不妊治療のお金の問題で重要なのは、治療費、助成金、控除とお伝えしました。まずはこちらをご覧ください。こちらは厚生労働省のサイトに出ている不妊治療で利用できる助成金の説明資料です。重要なところだけ説明しますと、高額な治療費がかかる体外受精と顕微受精は、1回30万円の助成金がもらえます。年齢制限は43歳未満ということです。この動画では、助成金について詳しく説明しようと思っていました。しかし、それはやめざるを得なくなってしまいました。なぜなら、こちらの助成金は今や意味がなくなったからです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、令和4年4月から体外受精と顕微受精の治療にも保険が適用されるようになったからです。この動画をアップしようと思ったのは去年のことだったので、助成金の説明をしなくてはと思っていましたが、私の動画を作る作業が遅いためになかなかアップできずに4月になってしまいました。令和4年4月から人工受精などの一般不妊治療、体外受精、顕微受精などの生殖補助医療について新たに保険適用されることになりました。こちらが厚生労働省が出しているリーフレットになります。こちらは概要欄へ貼っておきます。今回の保険適用になったことで窓口での治療費の負担額が3割負担になります。これはとても嬉しいことですね。さらに嬉しいことがあります。保険適用になるということは、高額療養費制度を受けられるということになります。高額療養費制度は、利用したことがある方もいらっしゃると思いますが、こちらの制度もとても嬉しい制度です。どんな感じになるのか、ちょっと実際に計算してみましょう。例えば、治療費で100万円かかったとします。保険適用により3割負担なので、30万円を窓口で支払います。そして、高額療養費制度が使えますので、このような計算になります。これを括弧の中を計算すると、こうなります。そして、これを計算します。すると、87,430円が自己負担額になります。ちなみに、高額療養費制度は、年齢、所得によって計算式が変わります。先ほどの計算式は、平成28年、児童のいる世帯での1世帯あたりの平均所得金額739万8000円を採用して計算しました。こちらの表を含む詳しい資料は概要欄へリンクを貼り付けておきます。このように、令和4年4月から不妊治療は受けやすくなっております。助成金はもらえなくなったのですが、代わりに保険適用になりました。以前よりも不妊治療が受けやすくなったのではないかと思います。とはいえ、前述のように年齢制限がありますし、回数制限もあります。受けれない方、適用されない方もいらっしゃるので、これでめでたしめでたしというわけではないこともお伝えして、今回の動画を終わろうと思います。それではまた。